じゃあ作っていくよ。愛媛県産のレモン、国産を使いましょう。できるだけ血をやっぱり洗うべきですね。ちゃんと皮を使うんでね、しっかりと洗いましょう。ちゃんとしっかり水分を取って、ちゃんとそしてそして皮をすりおろしておきます。皮を全部すりおろしておきますよ。ちょっとずつ回しながらすりおろしていく。このようにしろいとこまで削らんように、もう表面のこの皮だけでいい。ちょっとずつ削っていけば、もう一回すればもう全部擦れてるからね。ゴシゴシってやる必要もないと思うけど、この白い部分はね、なんか余分なえぐみとかがあるんで、ね、表面のこの黄色いとこだけね。レモンですね。あとは半分に切ってレモン汁を絞ると。レモン汁を絞っておきます。よいしょ。絞り器がある人は絞り器でやりましょう。青唐辛子ですね。なんで僕はもうでも、ね、トングで取って刻みます。いや、もう細く細く小口切りにしていきます。手で触りたくない。柚子胡椒を作るときにもひどい経験をしたね。これでとりあえず下処理は完了で、パスタはこちらですね。ボイエッドのリングイーネ、リングイーネ、この平べったいやつですね。楕円形をしてます。表面が楕円形になってます。9分なんで8分、バターとニンニクオイルを少しで、青唐辛子も入れます。焦がさんように香りを出す。で、香りが出たら生クリームを入れると、よいしょ、こんなもんかな。で、レモンの皮を半量、レモンの皮を半分だけ加えます。よし、半量でもしっかりと沸騰させます。ボコボコっと。だいぶ辛いよこれ。大丈夫？だいぶ辛いよこれ。味見したけど、青唐辛子の辛みやばいよこれ。大丈夫かこれ。多分まあここで最後の仕上げでチーズとレモン汁を加えることで中和されて、キリッとした美味しい味になるんでしょう。と、よし、結構とろみがいい感じになったので、ここで止めときます。茹で上がったリングイネを加える。だいぶ濃厚だね。ほっぺりもったりしてますね。伸ばすと。レモン汁をちょっとザーッと伸びますね。で、チーズですね。チーズをすりおろして入れます。パルミジャーノ・レッジャーノ。このチーズとレモン汁がポイントやね。
ちょっとね、ちょっと水分量多すぎた。わお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 、かなり水分量多かった。まあ仕方ない。で、レモンの皮をバーッと散らして完成ということですね。完成でございます。ちょっと白すぎた。うん。